テレビ朝日系ドラマ、くんときて桜新鮮組青春録、毎週水曜深0時15分、一部地域を除く、新章開幕記念会見イベントが24日、東京、六本木ヒルズアリーナ、テレ朝夏祭り特設ステージ、にて開催された。集合ショット、かっこいい。涼しきな浴衣姿し、観客を沸かせた前田健太郎。 奥友らイベントには本作で W 主演を務める前田健太郎、奥友也をはじめ、木大和と、原因は自分にある、羽貝翔太、周太郎、翔司洸平、小牧根葵田、いた、藤岡舞と、坂本翔吾、永田隆人、高野公が登場。会場には1000人以上の一般観覧客が集まった。トークで筋トレをしているメンバーが多いという話題になると、 最も筋肉を鍛えているというハガイを筆頭に筋肉自慢をする流れに。まず坂本が腕の筋肉を見せて先陣を切ると、続いて旗にアンド木材が同時に披露。ベンチプレス120キロを上げられるというハガイはもちろん、仮面ライダーギーツ22から23年で仮面ライダーバッファを演じていた木材も美しい筋肉美を披露した。 そして最後は W 主演を務める前田安奥が嫌々ながらも筋肉を見せることに。二人は仮面ライダーアリバイス21年から22年で共に仮面ライダーを演じていたこともあり、さすがの腕っぷしを見せると会場は大きく湧いていた。水曜深夜のスーパーバラバラ大作戦枠に誕生した新時代劇ドラマである本作は 日本漫画誌に三千たる功績を残した手塚治虫、塚は旧自体の隠れた名作、新選組を初映像化。幕末という混沌の時代を先行のごとく駆け抜け、儚く散った大使たちの青春を未だかつてない視点とスタイルでエモーショナルに描く。